クラレンス・クライド・セイドルフは、スリナム、パラマリボ出身の元オランダ代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。アヤックス、レアル・マドリード、ミランと異なる3クラブで、UEFA チャンピオンズリーグ優勝を経験した、史上唯一の選手。またこれら3チームで3つのリーグを制覇した、スリナムの首都、パラマリボ出身。 名門アヤックス・アムステルダムのアカデミー出身。同期にはパトリック・クライファートやレミー・ボン・ヤスキーらがいる。数多くの名選手を輩出してきたアヤックス・アカデミーにおいても最高傑作と言われている。また、学業においても非常に優秀であった。2011年4月28日、オランダ王家であるオラニエ・ナッサウ家からナイトの勲章を与えられた。同章は、 社会に対して特別な貢献をもたらしたものに与えられるとされており、長年のサッカー界への貢献と、児童たちへの教育支援基金活動などが評価された。アヤックス1992年11月29日、エールディビジ、FC フロー人間戦でプロデビュー。この時、わずか16歳と242日だった。ファンデルサール、ライチハー、ブリント、ライカールと、 ロナルド・デブールとフランク・デブールの兄弟、ダービッツ、リト・マネン、クライファート、フィニディ・ジョージ、オー・ヘール・マルスなど、アヤック・ソーゴン時代の早々たる顔ぶれがいた。このプロ最初のシーズンでオランダカップを制覇する。1994から95シーズンに、レギュラーポジションをつかみ、1995年5月24日、19歳に、して1度目の UEFA チャンピオンズリーグ制覇。 相手は、後に所属することとなる AC ミランだった。この試合でも先発出場を果たし、後半9分に、ヌワンコカヌと交代している。サンプドリア1995年夏に、イタリアセリエのサンプドリア移籍。移籍初年度、19歳ながら32試合に出場し3得点を挙げている。潜在能力の高さを証明しつつも、ホームシック、チーム低迷などの理由から、 本来の力を発揮できないまま、1シーズンで移籍することとなる。レアルマドリード1996から97シーズンからは、レアルマドリードでプレー。リーグ戦、全38試合に出場、6得点を記録しリーグ優勝に貢献。1997から98シーズン、21歳で2度目のチャンピオンズリーグ制覇。トヨタカップも制した。 その後もチームの中心として活躍するが、1999から2000シーズン、冬の移籍期間にて、チームメイトとの確執、チームの財政悪化などの理由からインテルへと移籍する。インテル・ミラのインテル移籍後は、徐々に輝きを失ってゆく。控えの選手として苦しい時期を過ごし、代表でのポジションも、絶対的なものではなくなってしまう。2001から02シーズン。 後半戦に出場機会を得ると、目覚ましい戦果を上げ復活をアピールした。AC ミラン2002-03シーズン、フランチェスコココとのトレードで、ライバルチームの AC ミランへ加入。このシーズン、自身3度目のチャンピオンズリーグ制覇。2006から07シーズン、4度目のチャンピオンズリーグ、制覇。この大会では、後にバロンドールを受賞することになるカカの活躍が、 取り上げられたが、セイドルフ自身も随所に高いパフォーマンスを披露している。準々決勝でのバイエルン・ミュンヘン戦では、相手ディフェンダーの股を抜いてのゴールと、フィリッポ・インザーギへ絶妙なヒールパスでアシスト。準決勝のマンチェスター・ユナイテッド戦でも、アレッサンドロ・ネスタのロングパスを頭で落とし、カカのゴールをアシスト。 自身もネマニアビディッチのプレスをものともせず、エドウィン・ファンデルサールの守るゴールにシュートを決め、優勝に貢献。UEFA チームオブザイヤーと UEFA クラブ最優秀 MF を受賞。2007から08シーズン、2007年12月に FIFA、クラブワールドカップで出場。浦和戦では、カカのラストパスから、決勝ゴールを決めた。また同月、チャンピオンズリーグにおいて、 通算100試合出場を達成。2008から09シーズンでは、怪我でアンドレア・ピルロが離脱した時には、レジスタとして、中盤の底でプレーし、代役を務めるなど高いユーティリティ性を示した。2010から11シーズン、序盤、自らのミスから、失点の足掛かりとなったり、不要意なパスミスなどで、ポジションを一時ケビン・プリンス・ボア・テングに奪われるなど、限界がささやかれた。 しかし、終盤になるにつれ、パフォーマンスが向上。ミラノダービーでの圧巻のプレー、サンプドリア戦では、無回転のフリーキックを直接決めるなど、結果的にミラン7シーズンぶりとなる、スクレット獲得に貢献。ミランにおいても、加入してからほぼ常にレギュラーポジションをつかみ、公式戦400試合以上に出場した。これは、ミランにおける、 外国人選手の最多出場記録である。2012年6月、AC ミラン対談を発表。ボタフォゴ FR2012 年7月、夫人の母国であるブラジルのボタフォゴ FR に移籍決定。契約は2年間。1994年12月14日、ルクセンブルク戦で代表デビュー。しかし、チームの内紛など、問題の多いオランダ代表にあって、 本来の力を発揮することができず、1996年の欧州選手権では自らの PK 失敗によりチームも敗退。1998年の FIFA ワールドカップでは4位という好成績に貢献しながらも大きなインパクトを残すことはできなかった。2002年のワールドカップでは欧州予選敗退。2006年のワールドカップでは本大会出場に貢献したが、 本大会のメンバーから外れた。代表でプレーする際にはエゴイスティックなプレーが多く、マルコ・ファンバステン元オランダ代表監督に失格の楽輪を押された。しかし2006年11月15日のイングランドとの親善試合で久しぶりに代表に招集され、試合では背番号10をつけて先発出場。好調なプレーとキャプテンシーを見せ、再びファンバステンの信頼を得た。 2014年1月14日、ボタフォゴを退団し、AC ミランの監督となることが決定。会見では、ミランの監督をやる以上は、タイトルを目指したい。と述べた。16日に AC ミランと契約し、正式に監督に就任した。2013から14シーズンは就任後の後半戦19試合で、勝ち点35を稼ぐも、 監督就任前の前半戦の低迷も響いて結局8位に終わった。この結果チャンピオンズリーグは愚かヨーロッパリーグの出場権も獲得できなかった。シーズン終了後の6月 AC ミランは解任を発表。後任は選手時代の同僚だったフィリッポ・インザーギである。2018年2月5日デポルティーボ・ボラ・コルーニャの監督に就任した。しかし、 シーズン通じての悪い流れを変えることはできず、リーグ18位で終わり、西軍ダリビシオン降格が決まり、退任した。2018年8月4日、カメルーン代表の監督に就任した。アフリカネーションズカップ2019終了後の2019年7月に、退任した、アヤックスレアル・マドリード・ AC ・ミラン。ありがとうございます。